静まり返った管理事務所に今夜もあの音が響き始めた。くそ、またかよ。頭が変になりそうだ。俺たちを責めるかのごとく恨めしげにその音は鳴り続ける。俺、ただの良平。これは20年以上前の夏、大学2年だった頃の話だ。良平、めっちゃいいバイトあんだけど、一緒にやらね？マジ？詳しく教えろよ。悪友の和樹が持ってきたうまい話。海を見下ろす断崖絶壁の観光名所で8月、1ヶ月間住み込みで3食付き。何人でやっても50万。2人で山分けなら1人25万だ。で、仕事の内容は？うますぎる話は要注意だ。ああ、実はそこ自殺が多くってさ、志願者を止める監視員の仕事なんだ。まあ、それくらいなら。報酬は仕事を満了しないともらえないらしいが、許容範囲だし、俺は乗ることにした。バイト初日、観光協会の人から仕事場の案内を受けた。ここが管理事務所ね。昼間は職員が集めてるから。崖の上は小さな広場になっていて、展望台の横に平屋の管理事務所があった。事務所の床には跳ね上げ式の扉があり、開けると下へ続く階段が。寝泊まりはこの下の休憩室で、生活用品は一通り揃ってる。電話は観光協会への内線だけだけどね。8畳ほどの和室だった。部屋の横には2畳ほどの廊下があり、職員さんが缶抜きを外しドアを開ける。廊下の奥にある階段は洞窟で海に繋がってんだよ。覗くと階段の下の方に波しぶきが見えた。夕方5時から翌朝9時が勤務時間。宿に客が戻らないとか情報が入れば内線で知らせるし。で、俺たちが監視体制に入るんですね。うん、観光協会本部はシーズン中24時間連絡取れるからね。何も起こらなければ休憩室で好きなことをし放題。それじゃあ今晩から早速お願いします。はい、任せてください。頑張ります。おいしい仕事に俺たちはノリノリだった。だが3日目の夜、初めて内線電話が入る。20代後半くらいの女性がそっちに行ってると思う。了解です。すぐ外へ見回りに行きます。俺たちは懐中電灯を手に意気揚々と事務所を出た。すると展望台のベンチにそれらしい女性が。あの、お一人ですか？え、はい。もう暗いし危ないので事務所の方へどうぞ。女性を保護し、観光協会の人に迎えに来てもらって事なきを得た。俺たちは無事に初仕事をやり遂げ、休憩室へ帰還。あれ、声かけなかったらやばかったよな。ああ、人命救助大成功じゃね。達成感をかみしめつつ盛り上がっていると、海へ続くドアの方から妙な物音が聞こえてくる。なんだあの音。流木かゴミかじゃね。朝報告すりゃいいよ。だな。音はずっとしてたけど、俺たちは気にせず眠りについた。翌朝交代の時間になり、音のことを言うと、今年もシーズン到来か。一緒についてきてもらえる？あ、はい。洞窟へ続く階段を降りていくと音がさらに大きくなる。と海面に浮かぶ黒っぽい物体が。まあやっぱり。それが階段に当たり、あの音を立てていたのだ。な、ひでえな。波に返され、魚に食い荒らされ、ほとんど白骨化した頭部が見えた。慣れた様子で職員さんが警察に連絡し、間もなく遺体が引き上げられる。8月に入ると潮の流れが変わって岸へ漂着すんだよね。観光客の目につくと厄介だから、ここに流れ着くようにしてんだ。つまりこの洞窟と事務所は遺体回収用に作られた施設で。ひとまず休憩室横の廊下に収容して、観光客のいない夜間に運び出すから。廊下に。あの廊下は遺体の仮安置所だったのだ。ここにいたり、自殺志願者の監視が建前だったことにようやく気づいた。だいたい夜間に流れ着くからさ、今後2時間ごとに見回り頼める。見つけた場合本部に連絡くれたらすぐ警察に回収しに来てもらうから。笑顔で職員さんが続ける。ああ、2人は収容の手伝いとかなしで大丈夫だから心配しないで。はあ、了解っす。でもすぐ警察が回収できないときは、遺体が隣にいる休憩室で過ごすことになる。職員さんが帰り、俺は口を開いた。話がうますぎるって思ったんだよ。確かに今から帰ったら違うバイトも探せるよな。でも俺たちは迷ったが、まだこの時点では怖さより50万の魅力が勝ってた。昼の自由時間は街中、夜は休憩室に行かず事務所で過ごすことにし、なんとか乗り切れんじゃね。だな、最後までやるか。夜間2時間ごとの見回りは避けられないのは仕方ないのだが、
その後平穏に3日が過ぎ、その夜も事務所で過ごしていると、あの女ちょっとヤバくね。ああ、確かに。 T シャツにジーンズ姿の女が一人展望台のライトの下に立っていた。懐中電灯を持ってすぐに外へ出たが、あ、帰ってってる。本当だ、大丈夫だな。海を背にして帰っていく女を確認し、俺たちも事務所へ戻った。だがしばらくすると床の扉からどんどん叩くような音が聞こえてきた。なんだ。あ、下の廊下のドアが開いてて風が吹き込んでるのかも。嫌な感じがして二人で行ってみることにした。下へ行くとやはりドアが開いていて風が吹き込んでいた。やっぱ開いてたか。だがドアを閉めるとき無意識に下を見ると、来たよ、白っぽいものが海面に漂っていたのだ。本部に連絡し10分もしないうちに警察が来てくれたが、この服ってあの女？でもさっきの女だと確信するが、遺体は長時間海水に浸かっていたため膨張していた。ならついさっき俺たちが見た女は、背筋にゾッと冷たいものが走る。良平、俺確かにドア閉めてちゃんと勘抜きもしたんだ。マジか。だが恐怖はこれでは終わらなかったのだ。翌日から交代時間と同時に下へ行き、ドアを閉めて勘抜きをかけ事務所で待機したが、今夜もか。死体が流れ着くと床の扉を叩く音がし、下へ行くと廊下のドアは開いているのだ。ドンドンなら女、ガツンガツンだと男、そのうち音に精査があることに気づいた。俺もう無理だ、俺も限界。食欲もなく昼間は崖から離れた街中の公園で過ごすが限界だった。半月我慢した後、俺たちは職員さんに伝えた。やめさせてください、もう続けるのは無理です。困ったな、100万にするから続けてもらえない。だが金より恐怖が勝り俺たちは断った。本来は無報酬だが、職員さんは交通費として俺たちに10万ずつくれた。口止め料だよな。ああ、多分。真っ青な顔で家へ帰りつき、家族に心配されたが俺は口をつむんだ。その後も和樹と俺は友達だったが、あのバイトの話をすることはなかった。急房一月50万円、宿泊場3食提供ね。この夏もまたうまい話につられ俺らみたいに応募するやつがいるんだろう。